それでは、ユニットが動かなくなって不調になったユニットの修理に、トライしたいと思います。私のところは慶応のテクニート、これ吉田のユニットなんですけど、こちら側が、まあ張り替えたりしてますけど20年近くで、もっと古い、こちらのユニットが1996年22年ものです。まああの張り替えたりしてるんですけど、このスイッチを押しても起き上がる、今これ動きますけど、これが反応がしなくなって、の電源のスイッチを入れたり切ったりすると反応するというような症状になっております。それで多分基板の中のコンデンサーが悪いんじゃないかというんですけれども、基板のもう部品がないと、で廃品から回収するのを待つしかないという状態なんで、サービスの方に基板のどこを変えたらいいのかって聞いたら、まあ、電解コンデンサーを変えるだろうということで、その基板の外し方も教わりました。ちょっとライター出てくる、でまずこれをどういうふうに外すかっていうと、まずこれはバチンとはまってるので、外します。でここにネジがあるので、こういうふうに倒して、こういうふうにカバーを外していきます。そうするとここにネジが1個止まってるんですけど、外すとこれがユニットコントロール基板だそうです。それからあと、まあちなみにここのシリンダーもパーツがないみたいですけど、このホースが壊れたらもうダメだって言われますけど、この高圧ホースは車屋さんに頼めばクーラーとか油圧ホースを作ってくれるパーツ屋さんに頼めば、まあ多分作ってくれると思います。ですから、まあ、車古いの直すのは趣味なんで、これぐらいで諦めるっていうのは私としては納得がいきません。ちょっと電源切ってくる。でこのインジケーターが壊れてるところをこう教えてくれるそうです。今電源切りました。でやっぱここの LED がだんだん暗くなってって、でちょっとライター出てね、まあこういうふうに避けて、カップラーが1箇所2箇所、まあ22年もんなんで、相当古いです。4箇所5箇所で、これは確か止まってるだけ、あこれニッパーで閉じんだっけ。ちょっとあの矯正のつまむやつとか持ってきてくれ。まあこの4箇所でつまんで取るんだよね。これどうなってんのかな、こうやって。ちょっとカメラ持っててくれる。こうやってつまむと取れるのかな。摩擦さがバレてしまいました。一応カメラね、ちょっと持っててくれる。これが取れた。あ、もう大丈夫。ありがとうっす。これが取れたユニットコントロール基板です。
この電解コンデンサー、こう見るとわかるかな。150V の1000マイクロフラットですね。それとこっちが、25V の1000マイクロフラット、この2つを変えてみます。で、これがあのモノタロウで買ったやつで、こっちが10個で1000円、25が10個で700円ぐらい、1個だから100円と70円のコンデンサーをこれから変えてみます。さて、どうなるでしょうか。